やばい、その射程は凛のエリア。いや、俺がいる。撃たせない。凪、無理やり撃つ気すか。凪は完璧に読んでる。シュートコースはほとんどない。いや、だからこそ刺さる。シュートフェイク。凪を誘って突っ込ませたんだ。凛の方が一次元上。でもこのタイムロスで俺が追いつく。ナイスカバー、急ぎ。二人で挟むぞ。ちぎり、ナイス。これで2対1。パチロ、やばい。2対2。パスかドリブルか。俺たちの間からシュートかよ、強欲が。いや違う、これもフェイク。2対2になった瞬間のこっちが判断する時間を見逃しちゃくれない。ダメだ、凛の描く筋書き通りにフィールドの全員が踊らされてる。シュート、ドリブル、状況判断、戦術が、化学反応なんか起こさなくても凛はたった一人で無数のバリエーションを生み出せるモンスター。やっぱり別格、クソが。フィールドでどう目を使うかぐらい学習してきたみたいだね。だがそんなぬるいサッカーじゃ俺の心は踊らない。